ガイドコージャーです。ライカ R3 の修理が完了してきました。修理といっても電気系は修理できないのですね。巻き上げですね。巻き上げのみの修理になります。ケースもありましたので一緒にお付けします。純正の R3 用の、まあ、立派なケースですね。まあ、このように立派ね、綺麗な状態です。まあ、こうすると取り外しも可能です。全然傷んでないですね。非常に綺麗なケースがついてます。R3 のサファリですね。ボディがサファリになります。この前レンズだけバラで売ってしまったんですけど、ボディがもうダメかと思いましたが、一応修理屋さんで見てもらったら修理できました。ミノルタの XE と同じで、これがスイッチですね。シャッター切った後、巻き上げが、まあ普通はこのようにすんなり巻けるんですけども、ちょっと引っかかるんですね。XE と同じ症状が出てました。今は全く問題ないんですけども、ここは引っかかるですね。これは R3 に限らず XE にもよくある症状らしいですが、それはきちんと修理できましたので、今回在庫にあったレンズとセットで販売いたします。R3 サファリ、オリーブ色ですね。色が緑色の深緑というか、まあかっこいいカメラです。ただ多少使ってあります。こういう手が当たるとこはちょっともう塗装が落ち気味な箇所もあります。まあ、ここら辺もちょっとすれがありますね。ただひどいへこみとか傷はないです。まあ、ここら辺もちょっとすれてます。まあいい状態まではいかないですけど、まずだと思います。あとモルトとかも、はそのままですかね。モルトはここ一応つけてもらってありますね。今マニュアルシャッターです。2分の1、4分の1。最高速が1000までありますね。1000巻いてます。いいと思います。これがここにしますとオートですね。あの絞り優先になります。右側のメーターが見えると思いますが、これ絞りを変えるとこのように動いてきますね。絞り込むとスローシャッターになります。開放にするとシャッタースピードが速くなると。まあ普通に動いてました。ファインダーのまず綺麗ですね。ひどい汚れ、傷などはないと思います。AE も動いてます。ボディ、とりあえず動いてますね。問題ないと思います。レンズは在庫にあったもので、35の F2 ズミクロン、先細ですね。初期のタイプになります。カムが
3カムですので R3 で普通に使えます。外観使用感ありますがきちんとしてますね。ヘリコイドもスムーズ、絞りもきちんと動いてます。レンズはペン、まあ、このように普通に見れば問題ないんですけど、ペンライトとかで見ますと多少の汚れなどはありました。ただそれほどひどい状態ではないです。まあこの時代のものにしてはいい方だと思います。R の明るいレンズがすごく値上がりしてますのでね、こちらもキャップ在庫ありましたのでお付けします。これは何用かちょっと分かんないですけど、とりあえずきちんとつきます。でこれが純正のフードですね。これもこうしますとつきます。これはPL フィルターを回すものですね。このような状態で特に違和感はないと思います。ボディはグリーン、レンズはブラック黒ですね。こちらセットになります。